なんでこうかむ、痛い痛い痛い、体当たり行ってよお前バカ。なんなの こういうのが嫌なんだよ俺、こういう犬が。なんなのバカなのこれ。違う、大興奮。行ってこれ、やなんだよこれ。あ、こういう落ち着けないのが、こういう犬が嫌いなんだよ俺。落ち着けのない犬が。マジで。いやほら、なんなんこれ、このダッシュ。外で暴れてきたんじゃないのこれ。違います。あ、まあ外でめちゃくちゃ今日走りまくりましたよ。なんで後半すげえおとなしかったんですけどね。なんで家帰ってきたらこんなに暗いことなの。こういうのが嫌なんだよね。おとなしいのがいいんだよね。早いよねこれ。このダッシュ、このダッシュは何なの。家でダッシュするのは。あ、痛い。何なのこの直線のダッシュ。何、危ねえ。今日めちゃくちゃ楽しかったんだけどな。何これ。これな、何をしてんのこれ。何をしてるのこれは。分かんない、私も分かんない。危ねえんだよ、しかも頭あんだよここに。あ、ぶつかってんだよね、頭が、体に、ね、ぶつかってんの、ね、ぶつかってるね。はい、チューいいよ、はい、お座り、お座り、お座り、いったいったいった。こういう犬がちょっと苦手なんですよ。すぐ乗ってくるんですよ、人の上に。遊び足りない。え、嘘、今日めちゃくちゃガンダッシュしまくったよ。まだ来るかい。落ち着きがないんだよ。下に見られてる。水飲んでます。まだ散歩するかいこれ。猫間ちゃんにはしないね、そういうの。体当たりとか、体当たりしてくるんですよ。ダイエット一緒に走るかい。めっちゃ飲むよ。めっちゃ飲ますね。これがおしっこになっちゃうんだよね。でもおしっこって、ちゃんとおしっこしろよ。お前いろんなことするんだこいつ。外でもちょっとしてるんですけどね。やっと落ち着いた。やっと落ち着いた。これ帰ってきてこのハイテンションの犬マジでイライラするんですけどね。これ体当たりするの。足な。完全に下なんだ俺が。見下してんのかよお前。あれですよ、なんか犬にそういう、うん、あの家族間の上下関係っていうのないみたいですよ。あるだろ完全に。今のは舐めてんだ。だってあ、そう、そう、クッキーさんじゃん。うちはね、なんか柔らかいところって来ちゃうんだよね。だから、結構ね、外行っても柔らかい、あの、草むらとかのところでうんちよくするんだよね。これ、すごいダメだ。女の子らしくない。舐めてるでしょ。体当たりとかないでしょ、だってあんなダッシュ、10回もダッシュして頭ここにあんのに、わざと体ぶつけてきて
どっちが上か分からしてやる必要があるんだこれ。でもマジで。うん。そう喜び。服装違うときか。うん。ぶつかり稽古ですかこれ。まだやるかい。当たり屋なのこれ。うん、1歳までやんちゃう。本当に俺信じていいですかそれ。今何ヶ月？今6ヶ月です。あと4ヶ月我慢すればおとなしくなるんですかこれ。本当に俺が餌あげればいいの。しつけしないとならないよ。まだ6ヶ月。なるなる。生まれてしつけしろ。吠えないですね。でもめっちゃ吠えない。これはしょうがないの。これは1歳までは泣くようになる。泣くんだ大人だったら。ん、大人だったら泣くんだ。あーなんかみたいですね。 なかなかったのに泣くっていう風になっちゃう子もいるらしくて。吠えないしいい子だよ。なる犬ってならないよ。去勢すればいい。あ、猫まちゃん好きな人いますよ。ん、コンサーの10万円で猫まちゃんを。あー、やっほー。うん、猫まちゃん大ファンの人います。まあね、確かに柴はね、もともとそんな泣かないみたいですけどね。俺が飼いたいぐらい。知能が低い。しつけ教室。しつけ教室はちょっと行かないとな、本当に。7歳だけど走り回る。マジか。でも1歳から1歳半ぐらい。なんであいつ自分の部屋に柔らかいとこのあんなところに寝てるの。玄関とかで。なんか体が熱いからそこ冷やしてるのかな。多分そうだと思います。なんであんなところにいるんだろう。たまによくあそこに寝るんでしょ。 なんなのあれ。なんか病気なのかな。え、なんであそこに寝てんのあれ。涼しいの。気持ちいい。冷たくて。あ、冷たい。冷たくて暑いのか体が。そうなんだ。ジェラキー着てるような状態なのかな。むしろワンちゃんでもこの感じで来てくれればね、ゆっくりね。あのダッシュがうざいんですよ。うざい言わないです。うざいんですよ、あのダッシュが。うざい言わないですね。涼しいからなんだ。あ、冷やしてんの。確かに、あんだけ画面ダッシュしたらな。あ、急に言ってほしかった。あれだったら可愛いんですよ。あのギャンギャン食うの嫌なんですよね。女でもそうなんですけど。調子に乗ってんじゃねえよとか言ってギャンギャン食う女とか犬が嫌いなんですよ。苦手なんですよ。あ、そうなんだ。体温調節してる。まだ寝てる。そうなんだ。上から来るやつやだね。俺はちょっと女でも犬でもマウント取るのやだね。ちょっとそうですね。うん、荒ぶってるやつが嫌いなんですよ。だからG1 違うし、週に G1 違うし、うん、まだ寝てる、寝てる、今、目つぶって。どんぐらい寝んだろうね。あ、18時間ぐらい寝るみたいですよ、15時間が。え？ 1 日。18時間寝んの？要件は18時間ほぼ寝てるじゃん。そうですよ。あ、そうなん？そんな寝る？寝てなくない？こいつ。いや、で、あの、いない時とかに寝てんだ。いや、本にか、なんかこれにもらったものに書いてます。そんな寝る？寝ますよ。切ないんですよね。ああ、それ見せていい？それダメですよ。ちょっと見せていい？ちょっと見せていい？切ないから、マジで。ええー、なにこれ。マジで切ないから。ええー、ああ、これこれもらったのね。これもらったんですよ。切ないから、やめ。かわいい。やめ、切ないから、切ないから。かわいいじゃん。
あ、これ最初。こっちはこっちはあれ。これ草次郎の赤ちゃんの時、そうそう来た時の。そうそう、ダメです。ここはダメです。ここはダメです。ちょっと見せて。これ、あ、これ猫間ちゃん？そうっす。草次郎さんこれ。はい、ああ。これはこれダメです。ちょっと見せて。ダメですよ、ダメですよ、ダメですよ。いや、俺の枠だから大丈夫です。バンになりましょう。バンなの？バンなりましょう。バンなるんだって。バンなりましょう。バンなっちゃうんで、ちょっとあの大人の事情で見せれません、すいません。うん、大人の事情で皆さん想像豊かなんで、その辺はちゃんと想像してもらって、うんうん、ほら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 、健康な子犬は通常1日15から20時間寝る。おお。ねえ。15時間寝るだって。あ、晩対象なんだ。いや、何も言えないです。ああ、なんだなんだ。なんだ、何も言えないです。うん。なるほど。そういうことですね。わかりました。じゃあ皆さん、もうその人の名前はお口にミッフィーちゃんでね、今来てるお友達お願いします。その人の名前もお口にミッフィーちゃんでお願いします。分かった人はノーでお願いします。分かったよってお友達、分かったよもう言わないよってお友達、ノーでお願いします。あ、ありがとうございます。みんな分かってくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、みんな物分かり分かる人よかったね、これね。みんな分かったよって言ってくれてる。ありがとうございます。ね。ミッフィーちゃんでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ある所長も分かってくれてると思います。ありがたいですね。本当に。でも何回も説明したいともうだるいんでね、うん。本当にそろそろもう皆さんに分かっていただきたい。うん、いつらの多い時にそういう話をちょっとですねしていたら、いつかはね分かってくれると思うんで。それでも後から来たお友達がどこにいるのとか聞いてくるんで。うん、ね、今来てるお友達が分かってくれれば本当に嬉しいです。本当にそう、いつかねお話できる時が来るんで、その時まではお願いします。見えたら分かる、うん、ありがとうございます。ねほりはおり聞いてくるお友達いるんでね、どうなってんの、どこ行ってんのとかね、実は裏で会ってんじゃないのとか、ね、そういう事実は全くないです。明日バイクじゃ朝からちょっと寒いんでいけないし、昼ますね、昼前に、うん、エンジンがかかるかちょっと分かんないですけど、エンジンかかんないんじゃないですか。うん、かかんないとそうかも。手押しですね。三里から市川市まで手押しです。明日。嘘だろ。痩せちゃえよ。痩せちゃいません。うん、皆さんその時はお願いしますね、マジで。ナイス、頑張るんで。うん、三里から市川まで手押ししますから。多分坂めっちゃあると思うんだけど。頑張ります。うん、多分バッテリー上がってるっすよ、多分。いや、バッテリー上がっ、あ、そっか、上がっちゃうから、うん、いや、これ白コーラなんで、これゼロカロリーっす、特保のコーラなんで、うん、誰か軽トラ持ってるよって方いるかな、ちょっと。ああ。助けてくれるリスナーさんいないかな。ワンチャンこれ